こんにちは。老いぼ高校科学部部長のナースロボタイプ T です。皆さんは聞いたことがあるでしょうか。ねえねえひまりのうんこはいい匂いがする。という噂を。もしこの噂が本当ならば、科学的に見て驚くべきことです。人間のうんこには通常、硫化水素やスカトールといった悪臭成分が含まれており、その他によって程度はあるものの、いい匂いがするはずはありません。こうした常識的見解を覆す、ミラクルうんこが存在するというのでしょうか？もしや、ひまりさんのお腹の中には、未知の腸内細菌が生息しており、その細菌が悪臭の元となる物質を、例えばエステルやアルコール類のいい匂いのする化合物に、何らかの過程を経て、分解あるいは合成させているとでも言うのでしょうか。もしもそのような細菌が見つかれば、これはノーベル賞級の大発見です。医療健康分野や工業分野で、人類史的な発展が期待できるでしょう。ああ、知りたい。真実が知りたい。科学部部長として。あ、ちなみに部員は私一人です。動いても立ってもいられません。早速調査開始です。ねえ、ひまりさん、折り入ってお願いがあるのですけどいいでしょうか？あら、Tちゃん、あなたから話しかけてくるなんて珍しい。何かしら？代弁を採取させてほしい。むちゃくちゃ殴られた上にバリ雑言を浴びせられました。自分のうんこが秘めているかもしれない科学的価値について全く理解できていないようです。不細工の女ですね。こうなったら奥の手を使うしかありません。ひまりさんの家のトイレをこっそり改造して電気の下にスペースを作りました。ここで落ちてくるうんちを受け止めます。お、トイレに入ってきたみたいですね。